宅神社は、京都府京丹後市峰山町丹波正寺ゆ田山にある神社。式内社。本殿と秋の祭礼で奉納される芝むくり神事が京都府登録民俗文化財に登録されている。縁起式神明帳に記載された式内社の丹波郡久座のうちの商社、宅の神社とされる。伝承によれば、主神天皇の時代に、羽衣天女が舞い降りた。 丹波峡のある池の場所に創建された。柿津年間に現在地へ先座する以前は、西に約4500メートルを配った場所にあったという。祭人として祀られる、この天女は豊家大宮と同定され、この地に酒造りをもたらした神として、天主大明神と呼ばれ崇敬された。天女が舞い降りた創建の地は、21世紀初頭に、宅神社が鎮座する場所に近い。 お立ちと呼ばれる場所で、汚すと大雨のたたりがあると伝わる。なお、峰山町に伝わる羽衣伝承では、羽衣天女が舞い降りた池は、丹後国風土器一文や、丹後旧時期の記述から、真内と呼ばれ、峰山町と大宮町にまたがる、磯砂山にある、女池であるとする説が広く知られている文献に、見えるところでは、1753年の峰山明細期に、 天守大明神を祀る六尺者で、9月8日に川部村の御子、相模を雇って、神事を行った等の記録がある。丹波教の僧者とされた。1873年、丹波村の孫者となった。1869年頃、生体ご一心により、俗称を廃止して、古神道による神社号への会合が原因となり、僧者である宅神社の由来をめぐる。 タク論争が勃発する。丹波の二葉を逆から読むと、葉にとなり、二を見に読み替えて、はみ、すなわち、はや、食の神社であるから丹波は、はやと同じであり、タク神社のこ地は、近在の荒山村新町村にある、タコ谷、タコ千県と呼ばれる地、タコすなわち、タクの地であるという新説が唱えられた。これに対し、当時、タク神社を預かっていた根性医療が、 丹波は古書に記録されるように、谷派に相違なく、断じて、早ではないことを明白にするよう、藩の謝辞誌に申し出ている。この結果は資料に残されていないが、謝辞誌に提出された、神社取調べ帳によれば、拓神社が旧地から現在地に遷座した理由に続いて、その当時、橋、木村、谷田村、内木村、荒山村は歳実の祭礼は、一緒にめてきたが、 大論争から祭日が別々になった。と記されており、近在の地区との論争はこれより、約500年前からあったことが伺われる。背後に、全長約100メートルに及ぶ、ホタテ海式前方公園墳を名手に、その他大将の園墳とともに42基の古墳群を、抱え府の史跡指定を受ける湧く田山古墳群が、構成され、京都府の有形文化財に登録される17世紀建築の、 本殿の背後には、深夜、妄想地区などの林が広がる。秋の祭礼で報じられる、神事芸能の芝むくりは、室町時代からの風流古歌の流れを組む負の無形文化財であり、歴史的文化的にも価値が高い地域である。このため、山腹に鎮座する本殿とその周辺の森林約1七ヘクタールが、貴重な文化的景観を形成しており、保全すべき地域として、 2004年3月19日に、府の文化財環境保全地区に指定された。1908年に、以下の五社を経済者として合資した。1811年9月25日に火災に遭い、本殿と上屋を消失。21世紀に現存する本殿は、その3年後に、宮野電磁五国を売却した代金という資金により、再建されたものである。 また舞殿も1835年に消失しており、こちらは1877年に改築された。廃殿は1912年に新築された。21世紀に現存する社殿は、次の通りである。主な祭事は次の通り、宅神社の祭礼で10月10日に行われる。祭礼での掛け声が、チャーということから、チャーが俗名になっている。 1816年当時には、チャウと呼ばれていた。芝むくり神事が行われるようになったとされる由来は、四つの、説が伝えられる。一つ目が、猛虎襲来の檻の必勝祈願に関わるもの。二つ目は、古事記の古例にある神事で、先導の若者がわ子だけで、道筋の悪気を払い清める様を模倣したもの。三つ目が、室町時代の伝学を発祥とするもので、 四つ目が、丹後地方全域にある、笹林を発祥とする説である。ありがとうございます。